水道は復旧したよ。昨日電話したからね。うん、復旧したよ。っていうか、放送にあれじゃん、おじさん来たじゃん。今度家帰ってきたらガスが出ない。あのお湯が冷たいね。スラタン、この時期はね、冷たい、かじかむよね。払わないとね。何ヶ月払ってないのかがわからない。もう俺毎回未払いだから毎月止まるもん。月末恒例行事だから。いや払いたいんだけどね、なんかねめんどくさいんだよね。取りに来てくれたら全然払うのに。できるんじゃん。ガス局どこにあるんだろうね。へし。いっぱい滞納してるよ。俺鉄間あの80万も稼いでないよ俺。そんなこと一回もないよ。どこ情報だそれ。お風呂入れないね。ちょっと今ぼーっとしてるから、起きたばっかりで頭回んない。
水風呂は無理だね。お風呂2日も入ってないもん。何ヶ月滞納してるかもわかんないね。どうなんだろう。株とか FX とかやんない。うん。なんで、なんでお金にしないといけないの？髪の毛染めて赤にしようと思ってたのにな。株とか FX とか、お金があったら映画の機材欲しいかな。株とか FX やってる時間もないし、時間ないでしょ。で、別にお金自体増やしたいわけじゃないから、だからなんだろう、お金が欲しいんじゃなくて、俺は今映画を撮るための資金が欲しいだけだから、別に株とか FX とかやんないんじゃないか。なんかあんま面白そうじゃないじゃん。へえ、すごいね。ファンドって久々に聞いたわ。使わないから止めたんじゃないの？払ってないから止まったの。だらしないから。うん。もうのんちゃん知ってるけど、毎月、俺ポストを開けないのよ。手紙を一切見ないから、支払い用紙が溜まってんの。そうだね、今からポスト開けて支払って電話で開けてくださいって言おう。俺に聞いてんの？オールフライ。俺に聞いてるの？ポスト行く？いいよ。ちょっと待って、タバコ吸わせて。寝起きで頭クラクラするから。そうだね、早くしないとね。今3時か、あと2時間だから早く行こう。うん、今便利な時代だから早く払っちゃおう。
ガス会社までお金持ってきてくれって言われたら、お金持ってこう。よく寝た。よく寝たよ。白にしようかな。今考えてるのは白もいいかなとか思う。シルアッシュ系のキラキラした銀髪っていうよりは真っ白系がいいかなとか思ったり、いろいろ考えてるけどどうしようかな。真っ白かハーフでまた白にするかとか、あとポイントで赤白赤白とか紫、どうしようかなとか思ってるね。黒はね、なん黒がいいよね、のんちゃんね。でもね、黒はね、やっぱね、ハゲ目立つんだよね。インパクトがすげえ大事なんだよ。赤メッシュありかな。ハゲてる。もう今更だよ、歯で進行するって言っても。ヒゲも染めてもいいかもね、白にね。白いいよね。眉毛も染める。ハゲ気にしてないよ俺。スキンヘッドはね、一回やったんだけど怖い表になっちゃうんだよね。あと女の人が離れる。引っ越してないよ。ベッドルームから配信してる。ルームっていうか、ルームは一個だけど、ベッド区間。あ、ぴょんぴょんしてる。ペコペコペコ。テンション高いね、ペコ。踊ってんな。これパンイチだよ。はい、お久しぶりでーす。ホワイトはね、ブリーチ相当入れるよね。白かっこいいよね。まあちょっと髪の毛の色は変えたいなとは思ってるけど。赤でもいいんだけど。え、何？近所なの？俺の家近いの？俺の家近くなの。結構いるよ、この辺にリスナーさんね。本当に住んでる近所のリスナーさんだけで10人ぐらいいる。女の人も男の人も。すげえ、ご近所さんリスナー多いんだよね。ブランディングって何の？自分でやるよ。いや、多いよ。
最初の頃一人二人だったけど、やっぱ知名度が増えていくにつれてリスナーが増えてくんだよ。ドアノブ先輩とかもいるからね。昔のりこがね、付き合ってからドアノブ先輩いなくなったけど、やっぱ男の一人暮らしだったら、あのみんなドアノブにね、缶コーヒーとかクジラの缶詰とかお菓子とかをぶら下げてくの。だからまたドアノブになんかかかってる。それドアノブ先輩っていうジャンルなんだけど、リスナーの種類の中でドアノブ先輩全滅したね。やっぱマナー守るんだよね。やっぱのんちゃんには迷惑かけたらダメだっていう、そこはね面白かった。そう、ドアノブ怖くないね。っていうか、あのはっきり言って、こんだけ長くやっててリスナーさんから嫌がらせをされたことが一回もないんだよ。一回もない。それすごくない？コメントではきついこと言われるんだけど、嫌がらせみたいなもの一回も受けたことがないの。だから、あとそれどころかすごい大人で、うちのリスナーさんって、あの俺が一人で住んでたら、和道これ食えよとかさ、要は名前も書かないんだよ。もうリスナーだってわかるんだけど、俺が好きだったお菓子とか放送で言ってた、次の日かかってたりすんの。うん、あのね、意外となんだけどね、うちのリスナーさんはヤンキー属性じゃなくてね、結構トークを楽しむ系の人だから、その言論とかで気に入らないとか、ワドそれ違くねえかみたいな時は荒らすんだけど、あくまでね、そのこの空間だけだっていう、そのそういうことやっていいのはこの空間だけだっていう、なんて言うんだろうな、そういうマナーを守る人なんだよね。ドアノブ先輩いた？まあバンドだったら女の人だと思うけどね、ドアノブ先輩。うん、うちは多分おっさんだと思う。なんかお菓子のチョイスとか、あのクジラの缶詰とか見たらね。だから実害っていうのはないね。うん、黒魔術みたいなケーキですよ、ね、女だな、そういうことするの。リスナーさんマナーいいよ、うちは。だから、なんだろう、ドアノブ先輩が減って、あの、天城府先輩が増えたね。天城府先輩。リプってどうやってやるの？太っちゃったんだ。誰かが家の前に段ボールあってリボンつけた女が入ってたって芸人が言ってた。すげえな、それマジなのかな。マナーうちは守るね、みんな。マナーめちゃくちゃいいよ。ネットのマナーは最悪だけどね。言論のマナーはマジで最悪だけど、あのリアルではそういうことしてこないね。っていうか、あと祝電とかもなくなったよね。あれ何なんだろう。祝電がね、かなり減ってるの、最近文化として。多分ね、あれね、逮捕されてるんだと思うよ。要は祝電やるやつってずーっとやるわけじゃん。それが減ってるってね、あの特定の一部の祝電マンがずーっとかけてたんだよ。それ多分虚偽通報とかで逮捕されたんだと思う、俺の予想。明らかに最近減りすぎ、秋田とかじゃなくて、そういう、なんつうの、実害やる系が逮捕されてんだと思う。配信者が逮捕されたらさ、バーって広がるけど、リスナーが逮捕されても誰も繋がってないから分かんないじゃん。
マウイファウイ、だから昔のニコ生、1ヶ月に俺の家に60回くらい来るんだって、警察が。ザラだって、1日、一番多い日で9回来たのかな？パーって警官が来て、ピンポーンっつって、通報入ったんだけど、何の件でっつったら、わかんないって言うから、いや、なんもないから帰って、っつって帰るわ、っつって帰るの。そしたら、1時間後にまた来るの。ごめん、また入ったんだけど、入ったって俺じゃないでしょって、俺が通報したわけじゃないよ、つって。もう往復してんの。ドイツ人物でしょ。うん。そう。だから、毎日毎日警官が来るの。またっつって。何もないの見たっつって。帰って、っつって。ほんとそんな感じだったよ。ライフライン水が最後に、いや水がだから溜まってたんじゃないの、知らないけど。祝電はなえるよね、放送つぶしだからね。あれまあマナー守る人が増えてよかった、よくなったよね。ドイツ人物っていうかね、コメントとかもそうなんだけど、あ、この放送荒れてるなって思っても冷静に見てみるとね、3つのアカウントぐらいがバーって荒らしてるだけなんだよ。うん、モンスター派、あ、でも、レッドブルの方が本当は好きなんだよ。高いからモンスター飲んでるだけで。味は、レッドブルの方が好き。モンスターは100円安いから。水は最後っていうか、だから水が止まった理由は7月8月分去年の払ってないから止まったのであって、ガスは3ヶ月ぐらいで止まるから3ヶ月前のが払ってないだけでしょ。カレー今からするね。エナジードリンクは高いのは高くしたから売れたんだよ。これレッドブルってすっごいうまくて、中身なんて別に成分がどうのこうのっても原価なんかそんな変わんないんだよ。あのね、5ミニとかリポビタンデーがやってたビジネスをやり方変えたの。要は5ミニとかさ、オロナミン C とかって成分濃いやつを小さい瓶でブランディングして売ってたの、日本は。要は、容量を少なくして値段を120円とかで売ったの、リポビタンデーとか。それを、容量を少し多くして倍の値段で売る。200円台で売るっていう。あとね、ブランディング何が成功したっていう、デザインだよ。完全に。デザインにお金かけまくった。デザインと広告に。レッドブル商法。すごいいいよね。はい、ワード2。みーすけおはよう。なんかみーすけのなんかアットマーク以降の何ローマ字読んだことなかったね。何これ、誘拐の子って怖いんだけど、みーすけ何なんか今ゾクって怖くなったんだけど、何誘拐の子って何、誘拐されたの子供、何怖いんだけど。妖怪の子？妖怪の子か。うん。あ、妖怪の子か。そっか。うん。まあ、妖怪みたいな顔したリスナーってことか。
得意分野。のんちゃんコメント打ってんじゃん、のりこアットギンガーって。のりこアットギンガーがのんちゃんだって分かってない人多いんだよね。別にガス会社と電気会社と水道会社は連携して、あ、島津さんちお金払ってないですね、どこから先に順番止めますとか会議すると思ってるバカがいると思ってんのがウケるんだけど、うちも払われてないんですよ、でも水道は最後に止めないといけないから、じゃあお宅いつから止めます、じゃあ私31日に止めますね、じゃあ私30日に止めますっていうバカってやつはそういうバカだと思ってるでしょ。バカでしょ。競技なんかしねえよ。各々の各社が各社の支払い方法で決めるんだよ。ライフラインの水は最後です、法律で決まってるよバカって。お前本当にバカなんだな、底抜けのバカなんだな。俺本当にさ、この昨日水道止まって今日ガス止まったんだけど、それで何法律で決まってるとかバカでしょ。締め日が違うよって言ってんだけど、そう言ってるんだけど分かんないんだよ。何回も説明してんのにずーっとマウント取ってくんの。いやだからもう昨日払ってもう止まってないって今。あってやつアホすぎるよな。それ底抜けのアホっているんだな本当にな。いや文字に水道は最後に止まるよっていうのをどっかで読んだんだよ。それをそのまんま受け取っちゃうやつっているんだよ。すごいよな。逆にどうやって今まで生きてきたんだろうっていう。高すぎるよ。ひまわり学級。ありがとうくずこさん、ありがとうございます。ちなみに水道はまだ滞納してるね。そう、どんちき、ありがとうございます。くずこさん、てかお風呂入りたい。元栓があのロックされんの。そうな、簡単に言うとペンチでひねるだけだよ。水道は昔の仕組みだから、あのね、水道とガスは今遠隔でやる。あのなんつうの、管理会社のパソコンでピッてやると遠隔で、遠隔で通信の不具合で開かなかったら来る。うん、元栓開けて使ったら怒られる。昔やったことあるけど怒られたね。いや違法でしょ。ガキの頃やったことあるの一回。勝手にペンチでひねって水道開けたことあるんだけど怒られた。うん、ダメダメ。元栓針金止めてるっていうか、なんか結構シンプルな仕組みだった。あの実際によるんだろうけど、実際っていうか会社か、運営会社によるんだろうけど。今遠隔だよ。東京はね。お風呂入りたいね。頭ギトギト。2日入ってない。臭い。ああ、あがいじけちゃったよ。どうしたんだよ、あ。もっと言えよ。なんだよ、俺に言われたら、ああよ、いや、水道が最後に止まるんだし、まあいいけど、ガスが止まったって、元栓ひねってみろよってずっと言ってたじゃん。どうしたの？俺に言われたらはしゃいでたくせに、いや、お前バカだろ、水道は最後だし、法律で決まってんだよって言ってたじゃん。早く来いよ、もっと。ねえ、たかだか四五人に、ああ、バカだなって、ああ、間違ってるよって言われたら、こんなもんかよ。もっと来いよな。ふっふっふっつって聞いちゃったよ。そうなのつって。弱えな。いやいや、こんな感じでしょ。
あとか言うやつは顔真っ赤なんだろうね。いや、こんなんばっかりだよ。リアトするとわかるんだよ、うん、聞いちゃったんだよ、うんうん、なんでガス止まったの？なんでガス止まったと思う？うん、多分ね、ちょっと考えたらわかるよ、うん、2ヶ月なんだ、うん、あ、でも最近2ヶ月じゃないの？新宿の天気曇りだね。曇り、曇りですよ。なんで？ガスが止まった日は今日で、昨日の夜か、昨日の夜ガス止まって、水道はその前、午前中だから、水道は一昨日、ガスは昨日だね。正確に言うと雪なんだ今日。雪を見るとみんなどの曲を連想する？雪が降ると頭の中で脳内再生される曲何？ちなみに俺はね、グレイだね。グレイ。みんなは？粉雪なんだ。ユニコーンで、雪の曲なんてあった？ユニコーン渋いね。あー、ハウエバーね。俺はウィンターアゲインだね。果て、スピード？ああ、あれね、果てしないって、あれ流行ったよね、スピード。ユニコーン。ユーミンか。ユニコーンで雪の曲なんかあったっけ？世代高いな、やっぱ。なんか、このね、曲を聴くとね、俺ね、のんちゃんとのエピソードで、のりこ付き合った半年間ぐらい俺に嘘ついてて、三つ上って言ってたの。俺が32歳で、のりこは35歳設定だったんだけど、なんか、会話がちょいちょい合わないし、のりこがその会話を避けるのが面白かった。なんかね、別に俺は探ってるわけじゃないのよ。のりこ35歳だと思い込んでるから、ね、あ、のんちゃんポケベル世代だね、とか、うん、とかさ、なんかちょっと、なんか会話が乗ってこないの。漫画とかあれ読んでたでしょ、とか、あ、のんちゃんは女だから。あんまり漫画とかは、みたいな。なんか、普段の喋りと違うトーンになるの。あと、カラオケとか一緒に行くと、なんか、やたらグローブしか歌わなかったりとか、のんちゃんグローブ好きなんだ、とか、でも、のりこの世代ってこれ流行ってたでしょつって。のんちゃんは、あんまり音楽とか、あんまり聴かなかったから、とか。なんか、変だな、変だな、と思ってたけど、あの、のりこの年齢バレてから、のりことカラオケ行くと、もうのんちゃんバリバリ松田聖子とかユーミンとか普通に歌ってくれて、テンション上げ上げで歌うようになったから、俺は安心した。あれはね、なんかいい話だよね。キョンキョンとか歌うから、そう。キャンディーズ歌いたいとか、そう。かわいい嘘。かわいい嘘って12個サバ読むのもすごいよ。で、のんちゃんに聞いたの。のんちゃんって。別に怒ってないけど、なんで12個も年齢さば読んだのって聞いたら、だって、えとを聞かれてもすぐ答えられるから、って。天才だって思ったよね。ほら、よくさ、引っ掛けでさ、何年生まれとかさ、言ってもさ、えととかでさ、引っかかって年齢バレることあるじゃん。のりこの頭フル稼働して、えとを聞かれてもすぐ答えられるように、12個一周さば読むっていう、その、発想力ね。いや、もう、天才でしょ、もう。強く出たなと思って。いけるって思ったんだよ。うん、頑張ればいけるって思ったの。面白かったな。泣き崩れてたかな。弟に年齢ばらされた時、のりこ3時間泣き崩れてたから。でずっと小さい声で、もう終わりだ、もう終わりだってずっと一人で言ってた。
のんちゃんは死んだ、もう終わりだとか言って、のんちゃんは死んだんだとか言って、ずっとボソボソ言ってたから。うん。じゃあ、あのね、じゃあそのエピソード話そうか。のりこと付き合ってて、まあ三個上、出会った時から三個上設定だったから、でのりこの家に遊びに行くのと、ケン俺からその家族に挨拶をしたいと、ちゃんとお付き合いするなら。で、のりこの家に行って、弟さんと会うっていう設定があったの。で、のりこの弟っていう、俺が32歳で、のりこは35歳なわけじゃん。っていうことはだよ。のりこの弟は、俺の1個上か2個上なの。ここわかる？絶対にのりこの、要は俺と変わらない年齢なわけじゃん。だけど、俺はね、弟とのりこの LINE をちょっと見ちゃって、のりこが弟と LINE をしてるときに、なんか、うわ、こいつ和道だみたいな。俺知ってるよみたいな。お前こんなのと付き合ってんのかよみたいな LINE を偶然見ちゃったの。その、俺が覗き込んだり、触ったりとかしたわけじゃなくて、のんちゃんが弟と LINE してるときにどんな会話してんのって言ったら、和道さんディスられてるよみたいな流れだったのね。で、俺は相当頭に来てたの。俺なんでこんな1個上か2個上か知らんけど、なんかこんな風に言われないといけないのみたいな。で、挨拶はしっかりするけど、これはなくないっすかっていうのをちゃんと言うかんねん、俺。頭に来るから、1個上とか2個上とか関係ねえよみたいな感じで、そんな感じの挨拶だと。で、のんちゃんと俺が座ってて、弟が10分後に今から来るよ、みたいな感じで、来たのよ、弟さんが。そしたら、弟さん、なかなかの白髪のおっさん出てきたの。ねえ、のんちゃんも、なんかもう、知らん、みたいになってた。なんか、なんも知らん、みたいになってて、まあ、とりあえず挨拶するかと思って、あ、どうも、はじめまして、みたいな。ね、あ、和道くん知ってるよ、みたいな。おっさん出てきて、俺、おっさんと喋ってんのずっと、あ、のりこさんとお付き合いさせていただいてます、みたいな。で、なんかちょっとね、配信とかご存知みたいで、ちょっとあれなんですけど、お世話になってます、みたいな。まあ、こうこう話してて、10分ぐらい経ったら、そのおっさんが、おい、お前免許証見せろ、みたいなことをのりこに言うのよ。おい、免許証出せ、とか言って、そしたらのんちゃんが急に発狂しだすの。やめろやめろやめるんだとか言って、なんかカバンをこんなんだってんの。やめろ触るなやめてくれとか言って、のんちゃんが暴れ出してんの。で、もう弟だけカバン引っ張り出して、うるさい財布を出せ財布を出せっつって、白髪のおっさんと、のりこのバトルが始まった。やめろやめてそれだけはダメだとか言って、どうしたのどうしたの何このコントとか思って、もう俺もう、なんか、もうパニックだから、頭の中に情報量多いから、もうずっと見てんの。なんだこれとか思って。で、そしたら、財布をバッて奪って、弟さんが白髪混じりのね、おっさんが、和道くん、大事な話がある。って言ったら、はいっつって。免許証を見たことあるって言ったら、俺はピンと来たのよ。あ、なんか、免許証ありますよ、見たこと。って。で、なんで免許証を見たことあるでピンと来たかっていうと、なんでかっていうと、のんちゃんと、なんか口論をするたびに、なんかわかんないんだけど、俺としては意味がわかんなかったんだけど、のりこは不機嫌になると免許証を出す癖があるの。もうとか言って、のんちゃんは勝手に切れて、もうやめてよ、和道さん免許証見てよみたいな、免許証の下りが3回ぐらいあったの。ね、なんでか知らないけど、俺は免許証を見せられてたの。ね、いや、免許証を見せられてもって思ってたけど、意味がわかんなかったの。そう、のりこは切れると免許証を俺に見せるっていう下りがあったの。で、俺は意味がわかんなかったけど、まあ、のりこ天然だからいいやと思ってほっといてたんだけど、あ免許証と思って、免許証見たことありますよって言ったの。で、その免許証渡されたの。で、俺見るじゃん。で、よう見たことありますよって言ったら、弟さん、白髪混じりの弟さんが俺に言うのよ。和道くん、その免許証、剥がせって言うの。免許証を剥がすって何すかって。聞いたことないじゃん。日本語として。免許証を剥がすっていう剥がすって何すかって聞いたら、剥がしてくれっていうの。で、剥がしますって言ったら、
ペリ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 つって、俺ね、ドラゴンボールのカード出すっていうさ、カード集めてたから、すげえ懐かしい気持ちになったんだけど、ペリペリ剥がれるんだよ、免許証が。面白い。キラカードみたいな。隠しキラカードみたいに、ペリ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 って剥がれたら、ノリコの本当の年齢と、出てくんだよ。そしたらノリコが、うわーみたいな発狂し出すの、隣で。終わりだーとか言い始めて、で、えってなって、えって言ったの。年齢見て、俺は本当にびっくりしたから、えってなって、そしたらノリコは隣で、うわーとか言って叫んでるのよ。で、弟さんもなんか、弟さんももう、今度は、弟さんの方がなんか知らんみたいな顔になってて、もう俺は知らんみたいな。まあ、ねえ、ワド君、3個上って35って言ってるでしょって、俺は知らんけど、みたいな。本当は、15個上だから、みたいな。47だから、みたいな。まあ、ありがとね、みたいな。また遊びに来てね、みたいな。弟体質なの、その、嘘でしょとか思って。そう。ね、犯罪なんだけど、一応その警察にも、警察もそれは知ってて、一応その、もうやっちゃダメだよ、っていうことになってんの。のりこはだから15個上、俺の、本当は。ただ、2個上って嘘ついてたの。で、その後、のんちゃん3時間くらいもう丸くなるっていう。こうやって丸くなる。のりこは凹むとこうなるの。で、3時間丸くなって、もう終わりだ。もう終わりだってずっと言ってたの。つまり、弟さんが白髪混じりだし、弟さんのリアクションは正しいんだよ。俺は1個上、2個上の、ね、弟だと思ってたけど、全然だよ。12個上とかのおっさんだったの。すごいでしょ。いや、だから、のりこの1個下、2個下だから、14つとか13つ上なんだよ。だから、45とか46とかだ。そうそうそう。全然、その、なんつうの、リアクションとして別に間違ってない。なんちゃんはもともとリスナーだよ。リスナー2年ぐらいやってて、で、付き合ってもう2年ちょいだから。うん。弟からしたらそうそう、子供に見えるっていう。そうそう。そう。気づかないぐらい若かったっつうか、俺アスベだから、その、言われたらそのまま信じちゃう癖があるのよ。その、まあ、三つ上か、みたいな。そうか、みたいな。疑わないの、基本的にあんまり。おかしいなと思ったら本人に言うけど、本人が突っぱねたらもうそのまんまにしちゃうの。まあ、いっか、みたいな。だから、45とかだったね。結構白髪多かったね。白髪混じりだったね。いや、面白かったよ。巧妙なんじゃないよ。完コピだよ。いいね、ありがとう。延長代ありがとう。ねえ、のんちゃん。嘘じゃないよね。これ、リアルトゥルーエピソードだよね。トゥルーエピソード。のんちゃん担保して。いや、だから、のんちゃんはもう終わりだって言ってた。その時ののりこの名言いくつかあるんだけど、のんちゃんって年齢気にしてないよってずっとフォローしてたんだけど、もうセックスはできないって言ってた、ね。名言だった。え？なんで？って。なんでもうセックスはできないの？って言った。年齢がバレたから恥ずかしすぎる。って言ってた。もう和道さんと外には歩けないんだって。え、どうしてって言ったら、お母さんじゃないかって言われた。もう恋人じゃないんだ。親子なんだってのりこに言われて。いやいやいや、いいでしょって年離れてるカップルいっぱいいるし恥ずかしくないよって。いや、そんなことない。もうどこ歩いても和道さんのお母さんでしかないんだって本人が言ってて、くっそ面白かった。自分で言うんだと思って。いや、名言でしょ。うん。そう。しかもね、なんか小声でずーっと言ってんの。なんか、10年間ずっとこれでやってきたのにとか、もうずーっと言ってんのよ。もうなんかネットの中でずーっとその30何歳設定を守り続けて、10年間育てたアバターだったのよ。のりこからすると。キャラクターというか、ゲームのキャラクターをずっと育ててた感覚だから、もう終わりだとかさ。うん。
15歳差じゃ親子ではないけど、でも実際俺の母親が20歳の時に俺のことを産んでるから、俺の親は5個、のりこの5個上が俺の母ちゃんの年齢なの。で、のりこと俺の母ちゃんは5個しか差がないのね。で、のりこと俺は15個差はあるわけだから、俺より母ちゃんの年齢にはだいぶ近いんだよ。倍ぐらい近いんだよね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。俺は全然ありなんだけど。そう。母ちゃんはだから20個上とかじゃん。1年じゃない。たった1日で、たった数時間で12歳年取ったんだよ。魔法が解けたの。そう。その時のね、写真あるんだけど、今度見せてあげる。のりこが凹んでる時の。面白かったなぁ。騙し通そうとしたかんね、のりこは。あるよ。のりこが年齢バレた時の、へこんでる時の写真見る？のりこが絶望の淵に落とされた時の写真。あるある、全然ある。撮っといてるよ。何年前だ？のりこが年齢バレた時の写真いつだ？多分この辺だな。あ、もうこの時には年齢バレてるな。どこだろう。ちょっと待ってね。年齢バレた時の写真見せてあげる。え、電波ない？見えてる？見たい？年齢バレた時ののりこ。見えてる？あはははは、つって。もう終わりだってボソボソぼやいてるのりこ見せてあげるよ。ちょ、待ってね。あれ何月だったっけな、のりこが年齢バレたの。ちょっと待ってね。あれ、のりこの写真出てこないから付き合ってないのか。この頃。この後に付き合うのか、のりこと。のりこ、のりこ。いや、もうその写真最高傑作だよ。この、あ、のりこの写真が出てこないから、この後ぐらいか、のりこと付き合うの。見たい。見えてる。うん。ちょっと待ってね。うん。のりこの写真出てきたから、この辺から付き合い始めたんだ。そうだそうだ。そうだそうだ、出てきた出てきた。のんちゃん最初黒髪のロングだったんだよね。そう、デートいろんなところ行って、で、のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん。クリスマス、あ、出た、あった。のりこが、年齢弟にばらされてへこんでるのりこ、これずーっと3時間このまま動かなかった。うん、面白いでしょ。丸くなるの。のりこはへこむとこの状態から動かなくなるのね。これ現実逃避してるのりこ。本当にこのまま 3,4 時間動かなかったからね。たまにあるの。家帰ってくるとこうなってる時あるの。この状態ののりこを見たら、へこんでる時だと思った方がいいよ。もう全力で現実逃避してるのりこ。もう終わりだとか、もうダメだとか、死んだとかずっと言ってんの。設定崩壊したのりこだね。丸くなってるでしょ。いや、シンジ君だよ、ほんとに。ボソ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 言ってんの。うんうん、こんにちは。ORZ で、ORZ。いいでしょ、この写真。そう。俺のカバンあるじゃん。赤いカバン。こんな感じ。ダンゴムシ。いや、でも別にもう年齢差カップルいっぱい出てくると思うけどね。年の差カップル。
配信で暴露って、もうだって全然言ってるもん。暴露でもなんでもないもん。ああ、まあ石野は童顔だよね。学生に見えるから、本当に学生に見えるから。石野は、谷さんもだってのりこと変わんない年齢だもんね。確かに石野元気かね。谷さんしか知らないかんね。もう配信のアカウントもないらしいよ今。47か。のりこの1個下だから変わんないね。でもね、俺ね、ごめんね谷さん、あのね、谷さんと石野の関係の影響って絶対俺とのりこの関係あると思うの。っていうのも、谷さんと出会う前に、俺とのりこが付き合ってる時に、石野よく飯食いに来てたじゃん、ここに。で、のんちゃんのこと見てね、ああ、年上ありだなみたいなこと言ってたの。うん。だからね、多分なんだけど、谷さんと石野の関係を、自然と無意識に、影響を与えてると思うよ、俺とのりこは。言ってたよね、のんちゃんね。谷さんと出会う前の石野。あ、年上ありっすね、みたいなこと言ってたよね。多分影響を与えてると思う。谷さん、石野に少しだけ影響を与えてるよ、無意識に。寒くはないね。かわいい奥さんみたい。主婦やってんだ。無理だと思う、俺も。あのね、若い子に石野の世界観無理だよ。わかるわかる。石野の考えとか尊重できないと思うよ。ありがとう、バーガー。まあね、人生長いんだから別に、年齢とかあんま関係ないよ、もう年取ってくると。まあさすがに俺がさ、17歳で15個上、32歳とかだったら問題あるけど、それは問題あるけど、それ以外は問題ないでしょ、別に。30歳が40歳と付き合って何が悪いんだって話だからね。リスナーに金騙し取られた。え、なんで？トツかけてくれば。LINE 電話かけてきなよ。聞いてあげるよ、話。LINE の方に電話かけてきて、卵味噌。ガス止まった。今多いっていうか、現実を教えてあげようか。日本がどう終わってるのかっていう現実の話ね、これ。東京オリンピック2020年の時に、日本の人口どうなるかっていうと、女性ね、日本にいる日本国籍を持った女性の数、2020年に50歳以上が半分以上になるの。すごいでしょ。それが現実の日本だからね。ありがとう、谷さん。ありがとう。卵味噌だね。すごいでしょ。え、そうだよね。半分以上だっけな。あれ3分の2だったかな。なんか忘れたけど、とんでもない数がもう50歳以上になるんだよ。花火ありがとね。うん。自分の将来なんか考えてないよ。日本の将来なんか考えてないよ。そうじゃなくて、北斗の拳みたいな若い女を奪い合う世界が来るんだよ。自分の年齢が分かんなくなることある。電気は多分止まると思うから今日払っちゃう。まあ深刻な問題だよな。子供産まないんだよね、先進国って。うん。のんちゃんは皮膚の病気なんだって何回言わせんだよ、もう。やめてあげろよ。せっかく肌の調子良くなってきたんだから。
もうそういう女の人に対してそういうのやめてあげて、本当に。俺間近で見てるからさ、のりこがストレス溜まると、ここ、なんて言うんだっけ、なんかすごい難病なんだよ。筋肉が硬化していって、ケロイドになっていくって。せっかく良くなったんだからやめてや、そういうこと言うの。本当にかわいそうなんだから。デリカシーなさすぎるよ。そういうコメントでのりこを傷つけるなよ、本当に。のりこはお前のこと傷つけたか？のりこはお前らのこと傷つけてないぞ。うん。違うって、だから俺は本人に目の前で会ってんだから、ストレス溜まってここが可能していって、もうパンパンに腫れ上がってんの見てんだから。いや、ていうか、のりこは何も傷つけてないのに、のりこを傷つけるのはほんとデリカシーないし、ほんと人として最低だと思うよ。うん。ねえ。ほっとけよっていう。かわいそうに。やだね。のりこは誰も傷つけないのに、のりこを傷つけるのは本当ダメだと思う。なんか嫌なことあったの？あー、くずこさん花火ありがとう。どんちきーありがとう。ね、ほんとそう。ミュウツーを傷つけたじゃないよ。ミュウツーぶん殴ったのだって、ミュウツーぶん殴ったのだって、あれさ、ちゃんと知ってる人からすると、みんな、のんちゃんのファンになったんだよ。だって、のりこ、ミュウツーって、俺のことを半年間ディスり続けたんだよ。一回も会ったことがないのに、ずーっと粘着し続けて、まあまあ、知ってるじゃん、みんな、ミュウツーがさ、誰かをターゲットにして叩き続けるの。それで、のりこはずっと頭きてたんだよ。そう。俺やらせてないよ別に、うん、ねえ、別にね、俺に寄り目だのハゲだの言う分にはいいと思うけど、のりこを攻撃するやつはね、ちょっとね、なんつうんだろう、心が歪んでると思う。のりこ VS ミュウツーとか和道の彼女とかなんか出てくると思うよ、 YouTube。 そう、半年間やめてやめてって言って、しかも俺運営さんにさ、ちゃんともうミュウツー止めてくださいっつって何回もバンになってんだよ。そう、家にまで来たりとかして。そう、俺からミュウツーの話題上げてないんだから。あれは別になんかさ、殴ってるシーンだけさ、なんつうの、広まってるけど、経緯を知らない人が多すぎるんだよね。まあ、俺にも攻撃やめてほしいけど俺も別に誰かを傷つけたわけじゃないから。まあでも配信者だからっつって俺は割り切れるけど、のりこは割り切れないでしょ。のりこを攻撃すんなよ。のりこは、少なくとものりこは君たちを傷つけないよ。うん、そうそう、そういう配信者がいたの。お風呂、いや今からガス開通しよう、そろそろ。うん、あ、そうなんだ。へえ。いやいや、いいいや、大丈夫だけど、全然。あんなの目の前にあったらプル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 震えてる、なんか小動物みたいなやつだから。ネットで振り込めれば便利。まあなんかそういう時代になると思うよ。なんか俺でもさ、フェリカとかスイカとかさ、日本にカードのすごい技術あるんだから、あれでもう一括電子マネーでやればいいのにって思うけどね。クレジットカードみたいなもんじゃなくて、もっと簡易的なもので、うん、あ、定期的にゴミ送ってるってそういうの書いたらお前捕まるよ、証拠残すのまあいいけど別に。てかそういうのもやめなさいよセフィ、ダメだよ、ゴミ送ったりすんのは。いいものを送ってプレゼントしなよ。感謝されるし、幸せになるよ。それもダメだよ。
生活に役立つゴミ？ダメだよ、そんなの。信用なくすぞ。のんちゃんの絵完成したらみんなに見せてあげたいね。のりこ、また画材買ってる。のりこは。絵描いてる。頑張ってる。みんなのおかげだよ。谷さんなんかすげえ美人らしいよね。なんかざわってなったよね。なんか谷さん、俺顔見たことないから、谷さんと、谷さんと石野と俺とのりこでダブルデートしようか、企画で、うん、谷さんね、ファン多いんだよね。ちょろっと顔出してて、なんか石野が羨ましいってコメントすごい多い。そうそう、面白いよね、ダブルデート。フォローありがとう。谷さんエロいんだ。何、なんかね、どんな人なんだろう。まあ、ぶっ飛んでるんだろうな。石野と付き合うぐらいだから。ただ、いいやつではないよ。俺は。いいやつではないけど、クズだし、バカだし、アホなんだけど、でも卑怯なことはしないよ。うん。卑怯者ではないよ。なんかクズっぷりを出すけど、いいやつではないよ。悪いやつだよ。そう。まあミュウツーもやり方ひどいけど、悪を持って悪をっていうやり方あんま好きじゃないんだよ。相手がやってるからこっちもやるっていうのって卑怯者のやり方だから。振り込み詐欺もだってポンポンさん詳しい情報知らないでしょ。だからそれをさ、別に俺は隠してないし自分から言ってるんだからさ、そんな何年も前のことを言われてもさ、認めてる部分認めてないで、俺がゆいかさんみたいに強姦してないって言うんだったらいいよ、叩いても。いや、やっただろうって言うなら、俺やったって自分から言ってるわけだからさ。だから中城さんね、あなたのことを傷つけてないでしょって。のりこはカズ軍曹に相談。何を、うん、まあいいけど別に。でもパイセンはだから強姦なんかしてないって言い張ってるんだから、あ、もう1時間も喋ってるから払わないとな、そろそろ。あ、ガス軍曹っていうギャグなんだ。わー、面白い。すごい面白い。
なんかさ、トークをしてて本当にとか言う人いるけど、もう会話にならない。本当かどうかを、疑う人にね、もう会話は成り立たないよ。疑ってりゃいいじゃん、もうずっと。うん、俺が本当のことを喋ってるかどうかなんて、俺がいちいち説明してたら会話ができねえっつの。ずっと疑って生きてなさいよ、もう。もう寂しい生き方だよ、本当に。しょうもねえな、本当に。よっしゃ、ガスつなげに行くか。頑張ろう。ガス開通させよう。のんちゃんの絵は、あれなかったっけな、インスタグラムに載せてるよ。金払えば開通だね。自分の誕生石エメラルドだった。腹立つな。
そのさ、どうでもいいコメントをさ、完コピするのやめてくんない？感性が鋭すぎるんだって。メンヘラ女リスナーのどうでもいいコメントの雰囲気を完コピするの本当にやめてほしい。映画だいぶ苦戦してますね。だいぶ苦戦してます。あんまり絶好調ではないですね。大変ですね。演者さんは集まってくんだけどね。スタッフさんが足りない。のりこ展開こうね、今年はね。今年か来年。のりこ展開こう。はい、こんにちは。たかちゃんいらっしゃい。そう、のりこ展。のりこアートを展示するのりこ展開こう。はい、ワード2、コキンちゃんいらっしゃい。のんちゃん明日来るんだっけ？どうだったっけ？のんちゃんいつ来るって言ってたかな？明日来んのか。そうだね、写真展もやるね。今日はガス今日お風呂入りたいから今日はっていう言い方やめてぐさっとくるから。いや、月末になるとのんちゃんわたわたするんだよ。ネット止まったよ和田さんとか、あのガスだとか電気だとか、今日全部払おう。よいしょ。ちょっと、支払い用紙取ってくるわ。待ってて。
しょ。ガス、これか。ガス料金。ガス、ガス。これか。支払い期限12月の12日。それは止まるわ。うん、むしろかなり猶予を持ってくれたんだよね。あの、年末と、あのお正月過ごせるようにだいぶ気を使っていただいたパターンだね。それは止まるわな。ガス、ガス、3000、11月と12月を払えと。11月、12月、お支払い、これだ。11月、12月払ってねえや。それは止まるわな。これか、この2つか。よし、この2つ払うぞ。で、次に。これはいらないか。11月。この2つを払って。電気止まってないね。で、今度 NTT ファイナンスだから。今度はネットが止まると。ネットを止めるわけにはいかない。そうなんで、電気止まるとエアコン止まるかん。ああ、これも払わないと止まる。よし、払い行くぞ。払うぞ。行くぞ。ちょっと Wi-Fi 切り替えます。 Wi-Fi 切り替えます。外配信用に切り替えます。見えてたら教えてください。今 Wi-Fi 切り替えました。のって書いて、のって書いて。見えてるかい。くせえな体が。の、の、の、見えてる？はい。じゃあ行きまーす。行くぞ。アイテムありがとう。延長台にします。ありがとうね。延長台ありがとう。延長台ありがとうございます。30分に1回ね、みんながバーガー投げてくれると、延長台に余裕でなるんで。みんな、バーガーを目安に。よろしくお願いします。ありがとう。10個もありがとう、はい、これくらいか。ネックストラップ作りたいな。この辺だと距離近いから、この辺か。曇りだよ、曇り。
真っ白。いや、あったかいよ。雪降りそうじゃないね。全然ポカポカ、ポカポカは言い過ぎだな。もう、なんだろう。あ、今日あったかいから降らないと思うけど。寒ーみたいな、前回雪降った感じの気温じゃないから。痛い痛い痛いみたいな寒さじゃない。こう、涼しいって感じかな。涼しいって感じ。公園完成したんだ。いいね、公園できた。新しい公園。え、ここに公園あったら水道こっから取ればいい、うん、綺麗な公園ができてる。子供が遊んでる。もうタワマン用の公園なんだ。このタワマン用のすごいよね、このでかさ。何回見ても遠近感くる。傘持ってきてない。すぐそこだもん。びっくりしない、この高さ。何階建てだよっていうね。お、ゆうこちゃんこんにちは。ゆうこちゃんいらっなんだろうね、これ。だってあれだよ、雲が低い日とか上の方雲かかってるよ。すげえ高さだよこれ。だからこれの次にでかいのが大阪に立つんだよね。だから日本一の高いタワーマンション大阪になるって。今のところこれが日本で一番高いんじゃなかったかな、マンションでは。これ倒れたら俺の家倒壊するからね。今度はつなげてほしいっていう電話だね。払いました。ガスマスクって売ってんのかな、ここ。エンジンマスク売ってんのかな。電話しよう。ありがとうございます。写真、カメラやってるんですよ。あの、
カメラマンになりたいわけじゃなくて、映画の練習で、スチールの練習もしてるんですね。両方できるように。ありがとう。最近撮った、ここ2ヶ月ぐらい撮ってるやつはね、アップしてないっすね。アップしてないっす。本当はね、メインは映像制作なんで、ただね、構図とカメラマン、写真のスチールのカメラマンのうまいところって、構図の決め方と、あとその、なんていうのかな、一瞬の一枚の、要は、絵で表現をしないといけないから、その、そこが上手くなるために練習で取り入れたんですよ。要は写真みたいな映画っていうの、このを目指してやってますね。ありがとうございます。でも動画の方が全然あのハードル高い。今ね、プロカメラマンがね、みんな動画の方に移行してるんだよね。写真だと飯食えないから。今トレンドは動画ですね。っていうか、写真もできて動画も撮れるっていう人が増えてるんだと思う。動画は動画でめちゃくちゃハードル高くて、動画の方はね、まだ写真は素人とプロのカメラマンの差がどんどんなくなってきてるけど、動画はまだね、プロの方が圧倒的にうまい。動く絵は難しいんですよ。今日もね、昨日撮った新作のあの写真とかも今後あの作品としてあの上げてくんで、ただちょっとあの権利の関係とかで今上げられないんですよ。だからツイッターフォローしておいて、写真気になる人は。いや、カメラはね、ぶっちゃけの話 iPhone で十分。 iPhone です。誤解してる人が多いんだけど、10万円前後のカメラ買うぐらいだったら iPhone の使った方がコスパはいい。あのセンサーサイズっていう問題があるんだけど、あの iPhone のセンサーって実はめちゃくちゃ優秀。あ、本当に本当に。だからコンパクトデジタルカメラって言って、あのイクシーとかさ、こういうくらいのミニサイズのカメラってすごい流行ったでしょ。あのここにぶら下げたりとか、中田がやってたイクシーとか、ああいうコンデジっていうのね、コンパクトデジタルカメラっていうのはなくなった。それは全部 iPhone に撮られたから。センサーサイズがフルサイズって言って、すごいいいセンサー使ってんの。マジマジ。例えば、なんだろう、いつも俺がレクチャーしてんのは、カメラを買うよりも写真って、なんていうのか、映像表現としてこういう照明技術とかの方が、こういう照明とかの雰囲気とかで全然変わるよっていう。そう、だからそういう技術を覚えた方が安くいい写真は撮れる。買うんだったら、30万ぐらいのカメラからいいと思うよ。あ、そっか、電話しないと。 iPhone のカメラ超優秀だよ。カメラのセンスよりも、その照明とか構図の勉強した方が写真は上手くなります。ココア様のあれはね、もうカメラ始めて 1,2 ヶ月ぐらいの作品だから、今あそこのレベルにいないよ。今はあそこのレベルで撮ってない。あれはもうかなり初期の作品で、今撮ってるのは、ちょっと待ってね。キャプチャー、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。チラッとだけ見せるとしたら、今の作品とかこんな感じかな。ちょろっとだけしか見せらんないんだけど。放送上でこういうのを撮ってるかな。これを
あの昨日一昨日かな、うん、なんか何週間か前に撮ったやつだけど、今こういうの撮ってるね、うん、セットで撮ってる、ホリゾント、ホリゾントって言うんだけど、これが今の作品。うん、うん、これがその撮影風景かな。そうそうそう、もう頑張ってるよ、映画撮るために。だからもし写真興味ある人はツイッターフォローしてくれると嬉しいかな。ポチポチ上げていくから。前に撮ってたシリーズの発展で、今ショートムービー作るためのスチールをやってるかな。てかガス代払…あれ支払い用紙置いた。あいつ電話番号どこだ。ガチでやってるよ、本当に。プロの現場とかも入らせてもらってるからね。あ、星が高速で流れるのは、タイムラプスっていう技法だね。タイムラプス。うん、タイムラプスはそんなに難しい技法じゃないよ。ガスの復旧。あれ電話どこだ。電話番号どこだ。あ、結構映画に関してはガチでやってるかな。
あ、すいません、未払いで、復旧、ガスの復旧をお願いしたいんですけれども。はい。はい、ではお願いします。はい、はい、失礼いたします。つながるって、つながった。うん、来るって、遠隔じゃないって。一番最初に止まるのはどれかは、支払ってる順番によるんじゃない？支払ってる順番によると思うよ。よかった。お風呂は来てからだね。まだ。ココア様の写真うまい。ありがとう。サンキュー。あれ何月だっけ、あれ撮ったの、ココア様の。シュマジローとかも結構いい雰囲気で撮れたと思うけどね。ツイッターに写真載せてるけど、シュマジローとかも結構これかっこよく撮れてると思うけどね。シュマジローとか、ヒイラギリオちゃんか、うん、あとこれナーボー、うん、これがナーボーで、これはまあセット組んで撮ったっていうより取って出しっていう技法、取って出しっていうか、その場でパシャって撮った現場の写真だから作品ではないけど、リナネコとか、うん、カラオケ大会の時だね。これもその場でパッて撮った。これはなんだっけ？アムチンか、うん。アムチンとか。写真ツイッターにいっぱい上げてるよ。カメラに技あるあるある。全然あるよ。全然あるよ。美女3人組とかね。うん、そう、光量が少ないから作り込めないの。で、これは、こっち側の写真は、その、モデルさんを作り込んだ写真だから、その、なんて言うんだろう。ちょっとホワイトバランス良くないけどね。今見るとね、こういう風に撮ってるね。
俺黒髪の方が好きだったね、個人的には。あとなんだろう、これとかがタイムラプスっていう技法だね。雲がこうブワーって動く、これ写真なんだよね、これ動画じゃなくて写真なの。こういうタイムラプスの技法とかも使ってるし、あとこれも竜宮窟っていうところ、まあツイッターだとね画質悪いからあんまりおすすめではないけど、そうだね。あとこれもタイムラプスっていう俺のあのハマってる技法かな。これも写真、写真を動画に加工するっていう技法だね。では、こういうことをやってるかな今勉強で。あとなんだろう、写真カメラ、昔のね風景の写真がすごい好きだったんだけど残ってるかな。ちょっと待って、これとか好きだね、これとか、うん、iPhone 6 Plus だね、うん、あと工場とか線路とか撮ったりしてるかな、風景は。面白かったら俺の Twitter にたくさん写真あげてるから、こういうのを撮ってますね。まあ、自撮りのセルフィーだとこういうのかな。これ、いや、これ一眼レフだよ。うん。いろいろ手探りでやってたけど、俺が気に入ってんのはね、これかな。一番ココアさんもかっこよく撮れたのはこれかなって思うけど、なんかちょっとルパンっぽいっていうか、ルパンの峰不二子ちゃんみたいな。これは結構かっこいいなと思ったけど、本当はねレタッチしたいんだけど、俺がソフト、お金ないから、ソフトがないから、本当はね靴のゴミとか取ってあげて黒くしてあげたりとか、あの顔のフェイスラインとか整えてあげたいんだけど、うん、これが俺は一番ココア様のかっこよさが出てるかなと思って、うん、ルパンっぽい、うん、ココア様何枚か撮ったけどね、うん、ちょっとだから、なんつうんだろう。そうそうそう。こう、ぐっと作り込むような。フォトショップ持ってない。あ、持ってるんだけど、あの、古いやつだから、クラウドのやつじゃないから、あの、フォトショップはこれ使えてないね。ローデータいじれないんだよね、俺のフォトショップ。まあ、いろいろやってますし。だからカメラの性能もすごく大事なんだけど、なんて言えばいいのかな、最近は光だなって思い始めてるかな。もちろんローで撮らないと話にならない。あのローデータが扱えるカメラを持っててローで撮らないってどれくらいもったいないことをしてるか。ねローで撮らなかったらアホっていうぐらい、ローデータなんて表現すればいいのかな。ローデータで撮りますね。ていうかローデータで撮らなかったらもったいないぐらいだね。あの一眼レフを買った意味がないぐらい、それくらい意味がない。もちろんローです。もったいないよ JPEG で撮ったら。あの現像の概念ってわかるかな。あのみんなさネガフィルムの頃、フィルムこういう小さいフィルム持ってて、でカメラ屋さんに持ってくと写真に変えてくれてたじゃん。で JPEG とか PNG とか GIF とかああいうファイル形式わかると思うんだけど、 JPEG っていうのは現像が終わった写真の紙媒体の写真の、あれを加工することはできないのね、厳密に言うと。だからローデータっていうのはネガの概念だから、あのセピアにもできる、白黒にもできる、なんだろう、こう、コントラスト強い写真もできるって、何でもできるの。データが壊れないのね。そう。
あ、いいね。最近ね、古いカメラで撮影するっていうのはトレンドだからね。本当に。要は、新しいカメラでレタッチをいくらしたところで、すっごい高出力で綺麗な写真になっちゃうから、その懐かしさとか出ないんだよね。その独特のノイズ感とかが出なくて、古いカメラで撮影するっていうの流行ってる。例えばね、まあ、一個の一例で言うと、シン・ゴジラってあるでしょ？庵野監督がやった映画の。あれね、Wi-Fi で、iPhone で撮ってんだよね。一部のシーンを。カメラ班が6班に分けて、一つの班が、あえて iPhone で撮ってんの。チープに撮るっていう。で、なんでそれをやってるかっていうと、予算が少ないから、全部のシーンを綺麗にやれないわけですよ。で、あえて iPhone で撮るシーンを序盤に持ってくることによって、後半のシーンがすごくないってなるの。あえて下手なものを見せて、後の綺麗なシーンが映えるっていうことをやってたりするね。うん、そうそうそう。iPhone のすごいところは、誰が撮っても綺麗になるように作ってるっていう感じかな。で、一眼レフは、使い手の設定値が細かく全部を設定できるから、まあ、ぶっちゃけた話、iPhone で撮ったら無難って感じ。うん。初心者カメラ買うんだったら iPhone でいいと思う。iPhone にお金かけるんじゃなくて、カメラにお金かけるんじゃなくて、照明機材を買った方がいいっていうことを俺はよく言ってる。いつも言ってるけど、こういう映像とこういう映像かっていうのはただの光だから、光にお金かけた方が、みんなが綺麗だと思う写真が撮れるかな。光と、あと、なんだろうな。写真を撮るんだったら、まあまあ、照明に金かけた方がいいと思うけどな。半端に10万ぐらいの予算だったらカメラを買う必要がないね。っていうのもね、カメラ買ったらいいものが撮れるってわけじゃなくて、うん、iPhone すごく高性能。半端なカメラ買うぐらいだったら iPhone で撮った方がいい。絞りの設定しないんだったら、そういうこと。絞り、シャッタースピードとか露出とか、そういうものが分からなくて、いじらなくて、オートで撮るんだったら iPhone でいいんじゃないっていう。そういう感じかな。で、みんなが綺麗って呼んでるのはそこじゃないところで、みんな綺麗綺麗って言ってるから。カメラ借りれる借りれる。一眼レフの α7-3 とかいくらぐらいだろう。1万以下で借りれるよ。だから30万お金かけないで、一回レンタルで借りて、で、使えばいいんじゃない？うん。30万はかかるからね。で、30万じゃキリがなくて200万ぐらいかかるから本格的にやるんだったら。もう金食い虫だよ、本当に。もうひたすら金が飛んでく。ありがとう、アイテムありがとう。この前初めて使ってみた iPhone の一眼レフ効果マジですごいよ。あれでしょ？新しい iPhone の振動変えられるってやつでしょ？奥行きのデータまで取ってて、後でぼかしができるってやつでしょ？あれは恐ろしいよ。だってあれやられちゃったら一眼レフ買う意味ないんだもん。あれえぐいよ。あれカメラ業界の人みんな恐れてるね。本当に。あんなことやられたら、ねえ。だって黒巻き合成とかも余裕でできちゃうんだもん。あれやばいよ。カメラアプリ。ね、のりさんね。カメラの概念どう説明すればいいかな。みんなが撮ってるのってオートで撮ってるのね。iPhone で写真を撮るっていうのは勝手に iPhone がプログラムしたもので、一番綺麗に撮れるように設計されてるの。だから光の加減も、
例えばなんだけど、簡単に言うとね、iPhone でインカメにして、暗いところで撮ろうか。そうすると、ノイズっていうのが出るでしょ。もうさ、この辺にさ、ザラ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 ってノイズが出ない。この、ザラ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 って出ない、これ。これは iPhone のカメラが、あ、世界が暗くなったから出力を上げてるの。カメラ内部で、その持ち上げてるからノイズが出るの。でも光が当たってる日中とかこのノイズって出ないのは、あ、明るいところだからその原因を下げるっていうことをやってんのね。ノイズが減ってくの、明るくなるもの、明るくなるほど。こういうものを自分で設定したい人は一眼レフ買った方がいいけど、明るくなるとノイズなくなったでしょ。これは iPhone が勝手に認識してんの。これを計算するのが楽しいっていう人は一眼レフがいいんじゃないかな。そう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 。だから結局一眼レフ綺麗なの撮れるんでしょって思ってる人は、まあ、綺麗に撮れるは撮れるんだけど、 iPhone で全然十分だと思う。普通の人は Apple 製、 Apple は一眼レフ絶対参入しない。なんでかっていうと日本の技術がすごすぎるから。結局ね、センサーはソニー一択だし、日本がシェア取ってるんだよ。世界中のプロカメラマンが写真に関してはもう日本一強だからね。うん、こんにちは。だからね、アプリっていうのは何なのかっていうと、みんなが言ってんのってフィルターをかける作業をやってんの。色を変えたりとか、明るくしたりとか暗くしたりとか、影を強調させたりっていうアプリの話でしょ。あれはね、元データの JPEG に対してガンガンかけてるから、実はね、壊してるんだよね。そう。だからその壊れないデータっていうのがローデータっていうんだけど、ライカってあれはなんで高いの？ライカっていうのは初めてカメラを作ったメーカーだったんじゃないかな。要は歴史が古い。カメラはライカから始まってるから、だからブランドなの、簡単に言うと。カメラは、ニコンとキャノン一択って言われてたのに、ソニーが今風穴を開けてんの。で、一眼レフっていうのにミラーレスっていうのがあって、ミラーレスなんか使わねえよって言われてたんだけど、去年そこに風穴開けて、多分一眼レフっていうのがなくなると思う。で、今後はミラーレス一択になってくるっていう感じかな。要はソニーがとんでもないことやっちゃったの。だから今ソニーがバカ売れしてるっていう感じ。ソニーなんて全然相手にされてなくて、お前らはセンサー作ってる会社だろみたいな、おまけでカメラ作ってんだろうと思ってたら巻き返しちゃったの。だからそれを買ったカメラが俺のカメラで、α7 っていう革命的なカメラなんだよな、こいつ。もうソニーの α7、これいい、これいいってみんな言う。みんな乗り換えたいって言ってるぐらい。これに。なんでかっていうと軽いの。軽くて高性能で、その今までミラーレスが欠点だった部分っていうのが、もう全部技術で補ってるんだよね。まあ、キャノン、ニコンでしたよね、昔はね。もう一択でし、もうこの二強だったのが、そう。ソニーがバカ売れしてるはずっすよね。カメラ屋さんだったら α7 の売れ方のエグさがわかると思う。ただ、まだ出たてで、そのレンズが高いっていう欠点があるのね。ソニーとかキャノンを持ってる人が有利なところってレンズの幅がものすごいあるの。安いもの、高いもの、いいもの、悪いもの、全部揃ってるから、簡単に言うとカメラの本体変えてもレンズを変えるのに、その昔の資産ができるんだけど、昔の資産を使えるんだけど、ソニーはこれ E マウントっていう独自の企画だからレンズを買わないといけない。うん、これがね、ちょっと、それは古いから、昔の人はニコンとかキャノンなの。今はもうソニーだよ、現場の最先端は。ちょっとね、この半年間ぐらいでルールが変わったの。しかも、この α7 って写真業界だけじゃなくて、その動画業界も変えちゃったの。これ動画雑誌なんだけど、ほら、ソニーの α7 が動画雑誌として特集されてるぐらいなのね。これで動画を撮るっていうのが流行っちゃってんの、今。それくらい変わった、簡単に言うと。α7-2 使いだから、5が出たら買い替える。あ、4か。あ、まだまだ先だと思うけどな。うん、まだ先だと思う。多分2年間ぐらいこれだけでまだまだ売れると思うよ。α7-2か。うん。ウェブカメラとしては使えない。出力が高すぎる。このカメラ30万ぐらいですね。メモリーカードとか備品を込みで。
一眼レフは動画は30分しか撮れません。30分に1回ボタンを勝手に切れてもう1回撮り直すっていう作業が必要だから、そこは欠点だね。うん、そうだね、連射スピードズバ抜けてるよね。うん、だからそれ、連射スピードどういうことかっていうのをちょっと試しに体感でやってもらうと、いくよ。聞いててよ。あ、間違えた。仮にねなんだけど、こう。これ。いくよ。そう。これでもう全部取れるっていう。これでちょっと遅めの設定ぐらい。これをダダ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 ダって取れるから、その、すごい。取りこぼしがないっていうか、ブレがないっていうか。富士フィルムはフィルム時代だったらもうすごい良かったよ。富士フィルムの、やっぱ、その、富士フィルムっぽい映像って未だに人気だから。だからちょっとね、昔の時代のルールと、もう業界、進化が目まぐるしい業界だからね、2より早い。これで遅い設定。これで遅い設定。ゆっくりシャッタースピードをロックかけてる設定だから、ピントがバチバチに合ってる状態でこのスピード。で、アルファ S の方はもっと速い。アルファ9とか。ダダ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 っていくよ。これはすごいね。スポーツとか、動物とか撮る人とか、鉄道とか撮る人からすると、何それっていうレベル。うん。もっと速くできるね。だから取りこぼしが少ないっていうのが利点かもしれない。でも俺はそういうタイプの撮り方しないけど、じっくりじっくり一枚ゆっくりシャッター一発ずつ入魂して撮っていくみたいな。あ、そう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 、戦場カメラマンとかに向いてるし、そうそうそう、そういうことそういうこと。要は、自分が動き回るのと相手が動き回る場所、スポーツとか、なんだろう、動物とか、戦場とか、そういうのにすごく向いてる。戦場カメラマンなんかミラーレスに変えた方がいいよ。絶対いいよ。軽いもん。ちょっとコーヒー買ってくるわ。ちょっと待ってて。なんかね、このカメラの説明をするときに、一番その分かりやすい説明って、人間の目を超えるカメラはないのね。人間の目ってね、何 K だっけ？8K とか 4K ってみんな綺麗だなぁと思うぞ。人間の目ってそれをはるかに100倍ぐらいすごいのよ。色とか、画素数もすごいし、暗くなっても見えるようにすぐなるし、人間の目ってはるかにいいの。だから実はみんなの目の方が確実にいいんだけど、でもカメラで撮った映像の方が綺麗に見えるじゃん。現実世界の方が。あれは何をやってるのかっていうと、作り込んでるからなんだよ。要は、なんだろう。光を当てたりとか、影を作ったりとかで、なんて言えば加工をしてるっていうのかな。本当のことを言うとみんなの目の方が性能がいい。そう。だけど綺麗に見えるっていうのは
その人の手が介入してるからなんだよね。作家さんがそういう風に作ってるからの。一応この前の撮影でやっとお金取れるレベルになったって言われたかな。あの本当のプロの人にあのまあ修正をかければごまかし聞くけどって言われてた段階、まだ金取れる段階じゃないけど、もうあのなんだろう、仕事として依頼受けてもいいレベルにはなりましたねってやっと言われたかな、うん、あの通用するレベルだ。ただそっから先に個性を出していかないといけないから、要は和道じゃないとこの写真撮れないっていうのとか、この動画を撮れないっていう風に進化をしないといけないから、やっとそのなんだろう、お店とかモデルさんとかにクレームが来ないレベルっつうのかな、うん、こんな感じ。今日はガス止まった。うまくはないけど、まあ依頼した分の仕事はやってくれるレベルって感じじゃない。その難しいんだよ、いろいろと。金はあるよ、大丈夫だよ。貧乏だけど、あの支払いはできるよっていう。無理は別にしてないよ。今月はやばいね。ふわっちワースト記録叩き出したぐらい売り上げが悪かったね。ひどかった。今月は苦しかった。ギリギリ生き延びたって感じ。今月ほんとひどかったな。つらたんだったよ、ほんと。まあね、ためには金がかかる。あと2万ぐらい収入があったら助かるよ。簡単に言うと1万円超えた収入が、配信で1万円超えた日、今月4日しかなかった。あ、カメラの技術全然シェアしますよ。あの本当に自分が持ってるノウハウはリスナーさんに飯食わせてもらってるんで、聞いてくれたらもう惜しみなく全然話しますよ。ポンコツだけど俺。水道は昨日払った。昨日止まって。今繋がってる。全然。多分まずは構図から入った方が良くて、構図。このフレームにどう抑えるかっていう構図。
を覚える、その次に照明を覚える、そっちの方が多分金かからなくて勉強になると思うような。あ、来た、来てないか。要はセンスを優先するか技術を優先するかっていう話かな。センスと技術のせめぎ合いっていう世界かな。そう、要は答えがないんだよ。答えがないくせにいいと悪いが明確に出る世界だから、そのいいか悪いかって人の感性なわけだから、だからそこの難しさってあるんだよね。答えがない世界なんだよね、完全に。答えがないけど、いいものはいいんだよね。いいものはいいし、悪いものは悪い。よし！不便だけど生活はできるね。風呂はガスだね。風呂だけかな。風呂と水道から出るお湯だけガスだね。なんかちょっとね、エロい女の子の写真撮りたいんだよね。ヌードとかまでエロくなくていいんだけど、ヌードまでいかなくていいんだけど、あれくらいっていうのかな。なんつうの、少しセクシーっていうの。そういう写真撮りたいね。いや、今日もう払ったから繋がるよ。ちょっとエロく女の子を撮りたいかな。なんかわかるかな、写真集みたいなエロさっていうか。あ、来た。はーい。あー、ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。今、作業終わりましたんで。あ、終わりました。ありがとうございます。はい、早っ。繋がったわ。お湯出る。試すか。お湯出るっぽいぞ。今、作業終わったって。いるね。出た出た。あ、出た出た出た。お風呂シャワー浴びようね。頭ギットギト。俺がね、なんかこう目指してるものって、どんなに自分の容姿にコンプレックスがある人でも綺麗に撮るっていう。M さん？ M さん全然撮りたいよ。M さん撮りたい撮りたい。ドクター M さんでしょ？ M さんに撮らせてもらいたいな。っていうのも、全く同じ被写体を撮ったとしても全然差が出る世界なの。全く同じ機材、全く同じもの、全く同じ状況で撮ったとしても、個性が出る。それがカメラの世界。俺、桃南さん全然綺麗に撮れるよ。
ていうか今回のコンティニューなんとかなんてあんなの俺が撮った方がうまいよ。正直あの俺より下手なやつはわかるよ。うん、いや今の技術だったら俺の方がうまいよ全然、うん、全然俺の方が個性あると思うよ。まずまず一昨日一週間ぐらい前に撮った俺の写真とかこんな感じだよ。絶対俺の方がうまい。のんちゃんで全然セクシーな写真撮れるよ俺。全然撮れるよ。エロってみんなが言う写真撮れるよ。取れる取れる。あ、全然依頼あったら取るよ。あの、全然つなげて。まだココア様と解放しか撮ってないから撮りたいな。ココア様と解放だけだね。可愛いよりもエロいを撮りたいかな。絵になる、うん、ナシコとか田中とかすごいエロいなって思う。ナシコはこう清純寄りのエロスを取りたくて、もう田中なんか典型的なエロい顔してるからね、うん、あとなんだろう、みーちゃんは殴られるだっけとか、うん、あと誰いるだろう、モデルとしていいなと思うの。田中はほんと被写体としてすごいカメラ映えしそうだし、田中はエロい写真撮れると思うよ。すごいいい。田中はあの絵になるね。エロい顔してるもんね。ナシコで行くんだったらストリートスナップとかでも全然いけるだろうけど。ナシコエロの要素ないじゃん。顔が整ってる感じだ。ナシコは逆張りでエロくしたいかな。女性配信者じゃなくても撮ってるもん。モデルさん実際撮ってるよ。エルマルちゃんは可愛らしさでいくだろうね。うん。だからスタイルの良し悪しもあるから。金、まあ貧乏かな。うん。相変わらずの貧乏暮らしでなんとか生き残ってますね。ガス今復旧した。やばいよ。こんにちは。アイテムありがとう。もう全然アイテム上がんないよ。オワコンだよオワコン。全財産は？いや、まあまあ、生活するぐらいの余裕はあるけど。売り上げがやばい。1日1000円、2000円とか、そんなんばっかり。あ、ありがとう、ありがとう、田辺さん。サンキュー。もう、やばいよ。花火師なんかいなくなっちゃったよ。誰も支えてくんなくなっちゃった。本当に、見てるだけだよね。見てるだけっていう。あー、こん中で言ったら誰が一番絵になるかな。猫の目とか可愛いんじゃねえかなとか思ってるけどね。
猫の目美人っぽい感じはするけど、ニンニは顔しんない。ボン、ボンはすげえブス。ボンはすげえブス。ボンで行くんだったら、ボンをかっこよく撮ってあげたいかな。あー、ありがとう。猫の目は可愛いっぽいよね。なんか、多分。依頼はしてないけど、彼女、のんちゃんはずっと依頼はかけてるから、撮らせろって言って。だって彼女だから、ボンはすごいブスって話をしてた。ごめん。ただ、ボンをと写真で撮るんだったら、かっこいい目に撮るっていう話をしてて。そう、綺麗とか可愛いとか、そうなのって。もうすげえブスじゃん。自覚なかったの知らなかった。ボンだ、俺がボンを撮るとしたら、かっこいい目に撮るかな。あーっつって。そうね。ああ、全然撮るよ、撮るよ。タイミングがあったら。撮る撮る、全然撮るよ。むしろ撮られたい人を紹介して。なんか、全然撮るから、配信者とかでも。俺はクソだよ。なんか、配信者で写真撮られたいっていう人いたら紹介してもらいたいね。止まった系配信者です、どうも。止まってみた。ガス止めてみた。水道止めてみた。ネット止めてみた。電気止めてみた。はい、はじめまして。アイテムありがとう。クソだよ、俺は。髪の毛染めようかな。しよう。なんか犬みたいな匂いすんな。犬とか猫って油、なんか毛に油があるじゃん。あんな感じ。猫の毛みたいになってる。赤やめちゃったね。どうしよう。あ、男だったらそれこそ満喫を取ってみたいけどね。満喫をかっこいいから。あと、男だったら誰だろう。サプリくんとか。そう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 、ユニセックスでなんか、みたいな。わかる?みたいな。なんかこう、かっこつけてるような、こういう、みたいな。そういう写真撮るかな。ボンだったら。中西マンだったら、シュールな感じのギャグっぽい感じで撮るかな。ドレさん撮ってみたいかな、と。ドレさんがこうやってやってる写真とか、すげえかっこいいの撮れると思うよ。こういう写真。北斗の拳みたいな。ドレさんがさ、上半身裸でこんなんやってる写真とかめちゃめちゃかっこいいと思う。構図的にはこういう感じかな。ドラゴンボールのパースの作り方なんだけど、ドラゴンボールってこういう絵多いじゃん。こういう絵。わかる?こういうの、北斗の拳みたいなかっこいいこういうのとか、こういう感じを撮りたい、ドレさん。水道は昨日で復旧して、ガスは今終わった。ブロリーのポーズってどうだっけ?俺ベジータのポーズ好きなんだよね、こういう。ギャリック砲とかの構図が好きなんだよ。下から撮るんだけど。ジョジョ立ちはね、ジョジョ立ち撮ったやつ見せようか。俺、のりゆきさんのを撮ったよ。見る?ジョジョ立ちは撮ってる。ベンジョ太郎さんとのりゆきさんのジョジョ立ちはもう撮ったよ。見せようか。ちょっと待って。俺の作品見せるよ。これ。これが、俺が作ったやつ。石川紀之は黙らない。ジョジョっぽいでしょ?ほら。キャスコミックス。石川紀之は黙らない。ネバーシャラップ。石川紀之。で、スタンドに便所さん。よくない?ジョジョたちはあんま俺グッと来ないんだよね。やってるやってる。これいいでしょ。石川紀之は黙らない。ほら。荒木和彦。
やってますよ。あ、ヤムちゃんのローが夫婦券かっこいいね。これもツイッターに上がってるから。っていうか、ジョジョはもともと、美術雑誌とかに載ってる写真が元ネタだからね。ポーズとかは。映画のジャケットとかさ。こういうやつとかね。こういうのとかね。ドレさんをかっこよく写真撮る、やりたいな。どういう構図になるんだろう。こういう感じかな、ドレさんだったら。腕の太さを強調するんだったらこっちの方がいいかもしれないけど、フリッカーだからこういう構図で縦で撮るかな。ニンニさん、ボンさん、ミスケさん、イタババアのセクシー写真が見たい。ブラジリアンビキニ、うん、ボンはかっこいい目で撮ってあげるかな。もしボンがボンを撮るんだったら、うん、あとなんだろうね。いや、まあその人に合ってる世界観を撮れるかどうかだからな。おーい、いらっしゃい、おひさ。俺が撮りたいのはね、ジーパンにブラジャーのかっこいい女性を撮りたいかな。そのセクシーなんだけどかっこいいみたいな。スタイル良くないできないんだけど、黒いブラジャーにジーパンでこうやって突っ立ってるみたいな女の人。エロいんだけどかっこいいみたいな。うん。そういうのは撮ってみたいかな。ジーパンにブラジャーっていう。ジーパンに黒いブラジャー。ワンピースの難民は別にあれじゃないけど、モチーフではないけど、ジーパンにブラジャーはクソエロいっていう、エロいけどかっこいいっていう。あと俺は濡れてる女性が好きだから、汗かいてる女性が焼きそばをがっついて食ったりとかしてる、汗だらーって流しながら食いまくってる女性とか撮りたいね。うん。まあ、いろいろ撮りたいモチーフはあるね。こんばんは。男性のメンズブラは撮りたくないわ。ガスもう復旧した。うん。
ドレさん確かに今のうちに撮りてえな。もう多分体をあそこまでキープしてんの最後だと思うから。あの体、55、6でしょ ?50 歳であの体っていうのは撮っておきたいな。ドレさんに一回打診するわ。確かに脅威の体してるから。あれ多分60、70でキープできないから記念に撮っといた方がいいよね。ドレさんの体は。最近太り始めてるし、最後の一枚撮ろうって。うん、今が一番もう最後だろうね、多分全盛期だろうね。だからその時の写真を撮っておかないのはもったいないから、確かに撮りたいな、ドレさん。今しか撮れないものを撮らないと、エロい女の子なんか腐るほどいるからね。あの体は何十年と積み上げた体だから。ドレさん白黒だろうね。うん、ドレさん白黒だと思う。で、グローブだけ赤とか、そのバンテージだけ赤とか、そういう写真にすると思う。どっかに差し色入れて、白黒で印象的に目だけ赤とか、で、構えさせて、こういう。のとか、俺はこっちがいいと思うんだけど、こういうドルさん撮るかな。こうフリッカースタイルのドルさん、こういう構図で縦で撮るかな。そうするとここの筋肉出るし、腕の太さ、胸筋、顔の良さ全部出るから、うん。いや、垂れるよね、絶対。いや、もう55であの体キープしてんのはおかしいぐらいなんだもん。うん、あれは記念に撮っとくべきだよ、本人的にも。ブランディングになるから。もったいないよ。あんなにいい体してんのに。奇跡の体だからね、あれ。おっぱいが垂れるんだよね。胸筋に張りがなくなるんだよね。ガス代払い終わった瞬間閲覧が減るっていうのがちょっとじわるんだけどみんな止まってほしいんだなって。なんか止まったシリーズ閲覧すげえ増えるんだよ。だから月末がちょっとワクワクするんだよね。意図的に止めてる部分もあるんだよ月末に水道止まった、ガス止まった、電気止まった、ネット止まった、全部閲覧が上がる。止まってほしいんだろうね。いや、本当に。払い終わったら閲覧減るんだよ、毎回。なんだっつって。不幸が大好きよ。かわいいよね。ガスはもうつながってる。いや、やっぱ人の不幸が飯馬なんでしょ、潜在的に。そう、不幸なもがく様を見たいっていう。不幸になれっていうわけじゃなくて、苦しんでる人間を見たいんだ。
水道は一番時間かかるかな。水道は昨日だから。ガスはすぐ来てくれたね。電気は遠隔だからもう30分以内。ネットと電気は早いよ。風呂入って写真でも撮り行くか、今日暇だし。写真でも撮り行く、せっかくだから。解放行かないんだ。いいんじゃない、別に。行きたい人が行けばいいし、興味ない人は来なくていいよ。あ、来な来な、最後だから絶対行ってよかったってみんな言うから。捨て頃は生で見た方が絶対よかったわってみんな感動したっていう。あ、全然地方から出てきた甲斐があったわって、すごいイベントだねってみんな言うよ。ほんと5000円払う価値あると思うよ。俺客でも行くもんな、あれは。面白いよ、すっげえ盛り上がるから会場。そのインターネットだとガヤの音とか聞こえないけど、本当にバリ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 って壁が言うぐらい怒号だからね。あー、ぶっ殺せーみたいなことを女の人とか言うんだよ。殺せーとか言って叫んでるからね。勝ったら花火あげるねーとか、わけのわかんないこと言ってんの。和田さん、勝ったら花火あげるよーとか。捨て頃 T シャツ再販するよ、前回のやつ。あれは面白いよ。新作の T シャツも作らないとな。ただあの背中の名前は全部消えたバージョンになる。あれは限定品だから。背中のプリントはない。バックプリントなしのバージョンね、再販は。あれは、リスナーさんの名前が入ってるのは限定品だから。このリスナーさんの名前が入ってるのはもう再販禁止。このボンとかミースケとかソソとかノンラブとか名前入ってる、リスナーさんの名前入りではなくて、こっち側の全面プリントだけのやつだね。ないね、こっち側は期間限定だから。バックプリントなし、これはもう、はい、販売できない。これはあのなんだ、統合フェス T シャツで俺の名前も入ってる、ここにワードって。でも新しい方でまたリスナーさんのスポンサー名入れるから、そっち側も買えばいいじゃん、新しい方。両方買いな。のりこと打ち合わせしよう、デザイナーのりこと。名前は花火の数とツイキャスの、ファン、クラウドファンディングでやろうと思ってるかな。ツイキャスのクラウドファンディングでやると思うね。
限定 T シャツ。まずデザインの公開からかな。うん。うん。デザインの公開から。楽しみだね。で今回はねデザインちょっと俺もガッチガチにこだわろうと思って、普段俺が着れる T シャツにしようと思ってるから、あの前面とか横とかも刺繍だらけにする。そのプリントはあくまでバックプリントは限定品で、リスナーさんの名前彫るのは限定バージョンで、普段着れるように刺繍入れまくる、ここに。だから結構デザインこだわって、俺が普段着で着るようだから、結構その自分が着たいものを意識して作るかな。そんな感じ。凝る、今回は。じゃあ一旦ガスもつながったんでお風呂入ってきます。皆さんありがとうございました。今日後で、ね、花火じゃねえや、今日後でまたあの放送やると思うんで、また見に来てください。皆さんたくさんありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ、おつおつ、みんなバイバイ。お疲れ、後で集合で、ありがとね。アイテムもありがとう。